Yorkers. Hi, everyone, and welcome to a brand new episode of New Yorkers. I'm your host, Sally Ogree. 今日のニューヨーカーは誰も見たことのないような貴重な映画ばかりを発掘し上映している小さな映画館のご主人のお話ですが、その前に What's News? What's News in New Yorkers?ニュースのコーナーです。今週のトピックは何でしょうか、山崎さん。今週はですね、先月行われましたエイズ救済キャンペーンについてお伝えしましょう。はい、お願いします。ニューヨークからボストンまで480キロを4日間かけて自転車で走破するエイズ救済自転車キャンペーンが行われました。ゴールのダウンタウンのチェルシーに到着した人たちは合わせて3000人、16歳から77歳までエイズ救済キャンペーンに参加した人たちの呼びかけで600万ドル、およそ6億6000万円のエイズ治療基金が寄せられました。自身がエイズ感染者のニューヨーク市のクリストファー・リン運輸局長はボストンからニューヨークまで自転車を漕ぎ続け、エイズ救済のために貢献した人々に感謝したいと話していました。参加した人々の中にはエイズで死んだ4人の友人の写真を胸にかざした人やエイズに感染した人も見られました。最近全米ではエイズの患者は増えているのですか。エイズが認定されてですね、もう15年になるんですけれどもね、アメリカ全体ではこれまでのエイズにかかった人はですね、51万人、このうち32万人の方が亡くなっているんですね、はい、でしかもこのうちの半数がですね、エイズの患者がまだ2年間で出ているということで、なかなかエイズの勢いっていうのは収まらないようですね。最近エイズの予防治療に進展は見られているのですか。エイズの治療薬はまだ開発されていないんですね。エイズウイルスの増殖を抑える薬が出ているんですけれども、はい、まあ、この薬を2つですね、複合して飲むと今まで以上にこのエイズのウイルスの増殖を抑えることができる、あるいはエイズウイルスを殺すことができるというですね、研究発表がありまして、はい、まあ、進展が見られているんですが、ただこの治療薬をですね、飲むのには年間160万円以上かかるという問題も出ていますね。アメリカでは毎年2000人の赤ちゃんがエイズにかかって生まれています。そして2000年になるとエイズに親を亡くして孤児になる子どもたちが12万人を超える恐れがあると報告されています。 Who's News in New Yorkers?デニス・ナイバックさんは小さい頃から大の映画好きでした。それが高じて今では自分の映画館を持つまでになりましたが、彼が上映する映画はちょっと変わったものばかり。誰もが知らない彼だけの映画の楽しみ方をちょっと分けてもらいましょう。今日のニューヨーカーはデニス・ナイバックさん、43歳。シアトルから1年前にやってきた新米ニューヨーカーです。彼の経営するここライトハウスシネマで上映する映画の数々はよその映画館では見られないものばかり。ここにあるコレクションは全てデニス自身の感覚を最大限に使って根気よく集めた珍しい映像たちなのです。これは教育フィルム、人間の体におけるビタミンの有効性を紹介するもので、その名も ABC of Health。 第二次世界大戦中に作られました。1920年代後期に作られた映画 Girls Will Be Boys、 女性のスポーツ界進出が話題です。デニスのコレクションの中で一番古い作品 The Top of the Moon、 1903年の制作、当時の特殊効果技術を駆使した街の大火災の模様は観客をさぞ驚かせたことでしょう。 This is good cartoon. I was just in a second hand store and this was on a shelf and on the top it said good cartoon. So I looked at itSomebody paid $4.50 for it in the 1920s. I have an American Film Institute book, and in it, it talks about the Charlie Chaplin cartoons and the fact that only three of them were known to exist. This is one they didn't know about.
And as far as I know, this might be the only copy in the world. チャップリン、いたずらを思いついたのかな？ここはフィルムの宝の山。デニスがコツコツ集めたその数は全部でなんと4000本にも上ります。You know, the passion really is not being a wage slave. I think the worst thing in life would be working a job you didn't like. What I'm doing is I'm doing what I want to do. And it doesn't pay very well, but it's still what I want to do. デニスのライトハウスシネマはロワーイーストサイドにあります。場所柄人通りも少なく、一見目立たない地味な一角にあります。チケットは1枚7ドルでも、気に入らなかったら入場料はタダにしてくれるそう。ほとんど古い映画ばかりを上映しているデニス。古き良き時代を愛するのは映画だけでなく音楽でも同じ。上映の準備をするときや一人で時間を過ごすときは、いつも年代物のジュークボックスがかかっています。食事も寝起きもこの映画館の中でやっているデニス。彼のベッドはなんとチケット売り場の裏。ベッドに入って一人あの頃の音楽を聴きながら白黒映画の夢でも見るのでしょうか。映画一色の生活をするデニスさん。デニスは子供の頃から映画が大好きな少年でした。彼にとって映画館は学校に行くのと同じくらい大切な場所だったそうです。 I'd wait until the crowd got out of the movie and they would be filing out through the exit doors. I would just go through them. I would just filter through them as they exited and I could sneak into the movie theater. That way it always worked.夢にまで見た自分の映画館を持ったのは27歳の時。デニスのコレクションの数々は映画マニアたちから脚光を浴び、新聞や雑誌に載るほど。彼は知る人ぞ知る映画人なのです。シアトルの映画館を畳んでニューヨークにやってきたのは、ニューヨークこそ自分の持つ映画の価値を分かってくれる人間が多いと思ったから。ニューヨークに住んで1年、今では話だけしに来る彼のファンもいるほどです。彼のフィルムの入手源はなんと古道具屋さん。一軒一軒自分の足で回って探します。ニューヨークには小物から大きな家具まで古道具が何でも揃っているお店がたくさんあります。この中にも知られざる宝の一本が眠っている可能性があるのです。おや、何か見つけましたね。Yeah, you don't know what you have until you actually take it to the projector and put it on the screen. I mean, I bought a lot of things that are just pure garbage, you know, just because I thought it looked good. そしてもう一軒行きつけのお店といっても、道端で映画を売っている露店です。The monkey's 30. 30? And how much for Josie and the Pussycat? Josie, unfortunately, is on
is $40, but it's on hold.オーナーのゲイリーさんも当然大の映画好き。自分のアパートの窓から映写機で隣のビルに壁いっぱいの映画を映して警察沙汰になったこともあるほど。こんな商売ですが、ここイーストビレッジではなかなか景気がいいんですって。隠れた映像に飢えているニューヨーカーは大勢いるのでしょうね。デニスには気心の知れた仲の良い友達がいます。ピアニストのピーターさんは好きなことが全く一緒という友達。2人はこうやってたまに彼のところに来て歌を歌ったり、最近飲みの市で見つけた掘り出し物を見せ合ったりする仲です。Talking about the same era of music and movies and clothing and aesthetics, and he didn't have to go back and start at square one and describe and explain what the hell he was talking about. I knew. これはピーターさんが最近見つけた酸素製造機。1920年代に酸素欠乏の噂が巷に流れた時流行った代物です。Did I ever show you this picture of Mack Gordon and Harry Revell?Oh, I know. Well, it's incredible. Are you sure it's them? Absolutely. it's even signed by both of them. これはデニスの気に入っているコレクションの一つ。マック・ゴードンとハリー・レベルは30年代のポップミュージックの人気シンガーソングライターのコンビ。デニスは上映作品のプログラムも自分で決めます。買ってきたフィルムを見やすくするように切って貼る編集作業も自分でするんです。ところで今日は彼にとって特別な日なんです。実は映画館のあるこのビルのオーナーが経営不振を理由にビルの権利を手放してしまったのです。デニスをはじめとするビルの住人たち全員は立ち退きを強いられてしまいました。ライトハウスシネマ最後の上映を聞きつけて、今日は30人以上の観客が入りました。みんなこの映画館を愛するニューヨーカーたちばかりです。ああ、最後の上映開始。Well, I was pretty bummed out today, I'll tell you. I was staring at the walls today. Sometimes it's situational, just my situation today. But I got over it. Today's menu is special for his personally favorite jazz music film.上映が終わっても名残惜しい人々はなかなかその場を立ち去ろうとしません。Friends of mine brought me, and I thought the last film was brilliant. And the photography and the techniques used were something that I've never seen before. I thought it was really wonderful. Because you won't find these films anywhere else in New York. So, I mean, whenever you lose something like that, it's a shame. It is. It's what founds New York. It's all about the creative energy that goes on here, and it, bit by bit, if we. And this is cutting edge, and it's going down. You know. You know.I've had a lot of terrible times in my life. I've lived through all of them, and I will survive this. 西海岸のシアトルで
I'm a naturally cheerful person. Although, if I have a life's philosophy, it's that life is hopeless and pointless, so you might as well be cheerful. デニスの評判は興味を持つ人々の耳にも留まり、今後の映画館経営を手助けしたいと言ってくる人もあります。ドリスさんはその中でも熱心にデニスを誘っている一人。ドリスさんはデニスとまた違ったタイプの映画を上映する映画人。長年住み慣れたニューヨークのコネクションを使って新しいスペースをデニスのために探し回っているそうです。I like to work with people, I like to do things with people, and we've been looking at another movie theater. Hitoke no nai mayonaka. Hitori hissori.黙々と荷物の整理を始めるデニス。今はまだ行き先も定かではありません。I have a quote actually I really like. There was a Spanish poet during the 1930s, and I don't know his name, but his quote that I like so much is, "I won't work. I may live badly, but I don't have to work to do so."And what I do, I don't consider what I do work. I consider what I do what I want to do. And although it pays badly, it's better than living badly and working. Dennis, これからどうやってあなたを見つければいいの？デニスさんはこう言います。聞いたこともないような映画の題名が新聞に出ていれば、それが僕だよ。そんなに遠くない将来さ。全米でも独立系の映画や自主映画が特に盛んなここニューヨーク。ニューヨークだからこそ彼の上映作品は支持されているのです。たとえ辛いことがたくさんあっても、彼はとっても贅沢な生き方をしているニューヨーカーなのかもしれませんね。さて、 Next time on New Yorkers。 ニューヨーク一のクラシックカーの収集家デニー・シュラーさんのお話です。お楽しみに。 Thank you for watching everyone. Until next time. See you again.Than on tour than on Earth or Mars. The surface is like an ocean bed, smoothed by currents. Radar had more delights. Stripped of its cloudy veil, we could now fly low over the surface of Venus.